はい。皆さん、こんにちは。Japanese with Yuka 101の Yuka です。今日は JLPT N3 の Language Knowledge Test ですね。文字、語彙のテスト、単語テストやっていきたいと思います。全部で10問あるんですが、えっとね、この10問全部、今日は形容詞の問題です。形容詞は Adjective ですね。形容詞。はい。今日はこのクイズ、テストを通して、たくさんの形容詞を 勉強しましょう。はい、では早速始めたいと思います。いくよ。はい、読みます。雷が鳴ったと思ったら、何々、雨が降ってきた。雷が鳴ったと思ったら、雨が降ってきた。一、くだらない。二、辛い。 3、苦い。4、激しい。はい、どんな雨でしょうか。5秒でいきます。はい、いくよ。正解は、だらん。激しいです。激しい。はい、激しい雨というのは、とても強いシビアな雨ということです。はい、他の答えもチェックしてみましょう。まず、 くだらないですね。くだらないというのは、えー、と時間の無駄だちょっとゴミみたいなもの時間の無駄ということですくだらない2番辛い辛いというのは辛い辛いこの食べ物は辛すぎるみずみず辛いスパイシーですね苦いは例えばこのコーヒーはちょっと苦いです苦いビタルーですよねいいかな激しい雨 雷がゴロゴロゴロあ雷が鳴ったと思ったらザーッ激しい雨です。いいかなはいじゃあ2問目いきましょうさっきからあそこに人がいます。警察に連絡した方ががいいいですすかかさっきからあそこにに人がいます警察に連絡した方がいいですか 1一、はい、素敵な2怪しい3険しい4おいしいはいいくよ正解は2番怪しいです怪しい人っていうのはこんな感じちょっと怖いですねサスピシャスですねなんか変だなーっていう人。 なんか変なんか怖いな怪しい人ですねはい素敵な人素敵な人はもうラブリーパーソナんでいい人ですねちょっとこれは彼は彼かな彼女かなは素敵な人には見えないちょっと怪しいですよねはい、えー、3番の険しい険しいというのはアクセスがしづらいということです例えば、えー、この山は険しい山だアクセスがしづらい 登りにくい、もうとっても大変、険しい山だなとかね、険しい坂、スロープとかね、言います。はい。おいしい人、これは変ですよね。皆さん、おいしいは分かりますよね。はい。じゃあ次行きましょう。3番です。え、その服捨てるのよ。捨てるなら私にちょうだいえ、その服捨てるのよ。 捨てるなら私にちょうだい。はい、今日一、おとなしい、二、恥ずかしい、三、もったいない、四、頼もしい。行きましょう。はい、正解はね、だらん。 3番「もったいない」です。もったいないなというのは「waste」ですね。はい、彼女が、えっと、服を、えー、整理していますね。そしてこの女の子が「えその服捨てるのもったいないよ。捨てるなら私にちょうだい」はい、例えば友達とレストランに行ってたくさんオーダーしたのに友達はちょっとしか食べませんでした。もういらないです。私は言います。 えー、もったいないよ。じゃあ私にちょうだい。ですね。<laughs> はい。waste of something。はい。じゃあ他もいきましょう。1番、おとなしい。おとなしいのは、えー、落ち着いていて静かだということです。2番、恥ずかしい。これはもう恥ずかしは恥ずかしい。これはわかりますよね。はい。えー、4番、頼もしい。頼もしいというのは頼れるということです。はい。頼ることができる。ですね。 はい、次じゃあ行きましょう。四番です。さっきから何々頭痛がする。さっきから頭痛がする。はい、一派手な。二、頼もしい。三、盛んな。四、激しい。はい、行こう。はい、正解はダン。 はい、これ4番の激しいです。はい、さっきも激しいってありましたよね。とても強いシビアなということだと説明しました。もうちょ、さっきからちょっと前からもうとても強い頭痛がするですね。はい。一番派手な派手というのはとても目立つということです。例えば私が、えー、ゴールドのシャツと、えー、シルバーの パンツを履いていたら、おお、ゆかさん、今日は派手ですね。と思いますよね。とても目立つ派手ですね。はい。2番、頼もしい。これは言いましたよね。頼りになる。3番、盛んというのはとても人気がある。よくえ活動されている。よく行われているということです。例えば、えこの文見てください。 日本で盛んなスポーツはサッカーと野球です。はい、日本でサッカーと野球はとても人気があってよく行われています。はい、なので盛んと言います。いいかな。はい、次行きましょう。山田さんは何々性格だ。山田さんは何々性格だ。はい、一深い二柔らかい三眠い おとなしい。はい、はくよ。どんな性格ですか山田さんははいそうですねおとなしい性格がいいと思います1番「深い」というのはディープということですね柔らかいはこれソフトですが性格ではなくて物に使います3番「眠い性格」眠い性格はちょっと変ですよね はい、おとなしい性格静かな性格ということですはい次6番思ったより仕事だったのであまり疲れなかった思ったより仕事だったのであまり疲れなかった、はい、1派手な2楽な3盛んな4丈夫な はいはいいくよできたかな正解は2番楽なですね簡単な思ったより楽な仕事だったのであまり疲れなかったやったですねはいはい皆さんも派手な分かりますね盛んな分かりますね丈夫なっていうのはとても強いということでスターディとても強いですね はいこれは丈夫なデスクです机ですとかねはいじゃあ次いきましょう7番「彼は男で他人に全然お金を使わない」はい彼は何々男で他人に全然お金を使わない。行きましょう1「ケチな」「2」「楽な」「3」「かゆい」「4」「確実な」はい、これはどうでしょうか はい、いくよ。正解はウンケチなです、皆さん。えー、彼を見てください。財布の口をキュッと閉めていますね。はい。財布の口が硬いと言いますが、ケチな男。えー なので、お金をあまり使わないのかなたくさんお金を貯めていますね。スティンジーですね。はい。彼はケチな男で、他人、他の人にもう全然お金を使わない。お金はもう全部貯金にしますっていう感じですかね。<laughs> はい。いいですか、えー、?3 番、かゆいがありますね。かゆいは、あっ、かゆいかゆい。虫に刺されてかゆいかゆいね。<laughs> はい。じゃあ次いきましょう。8番です。太陽が何々くて、 運転がしづらいですね。太陽がくて、運転がしづらい。一、激しい。二、ぶしい。三、小石。四、したし。はい。はい、これは皆さん。だん。 まぶしくてですね。ごめんなさい、ここに句が、はい。太陽がまぶしくて運転がしづらい。いいですよね。はい、太陽がもうギラ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 。ああ、まぶしい。まぶしいというのは、すごく輝いている。もう目が開けられない。目が痛いほどキラ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 。輝いている。まぶしいです。いいかな。激しい。激しいというのは、 えー、皆さん、えー、さっきやりましたよね恋しいこれはもう誰々に会いたいということですミシンサモンとかねミシングサムティしい親ししくしがないですね親しいというのはとても仲がいいということですいいかなはい次行きましょう9番ですおとといから彼から連絡がなくて何々だ 一昨日から彼から連絡がなくてだ。はい、こう一怪しい。二ケチ。三得意。四不安。はい。はい、行くよ。正解はだららんたん。はい。四番の不安です。不安というのは漢字を見てください。 安心、リリーフがないですね。安心がないので、不安です。不安。ああ、なんだろう。不安だな。心配だな。っていうこの気持ちね。はい。アンキシャスですね。はい。おとといから彼から連絡がない。だからえ、安心じゃない。不安だと言っています。いいですか。はい。皆さん、1番はもうわかりますね。怪しい。2番。 ケッチいいですね。得意、これ、えー、上手、えー、good at ということですね。はい、じゃあ最後いきますよ。何々建物が見えたら、右に曲がってください。何々建物が見えたら、右に曲がってください。はい、1、四角。2、四角い。3、四角な。4、四角だ。いきます。 はい正解は2番で四角いい建物ですですきましたかはい、皆さんそれでは今日はたくさん形容詞があったと思います。何回か復習して、えー、形容詞たくさんお勉強して帰ってください。はいではまた次のレッスンで会いましょう。今日はここままでじゃあまたねババイバイ